気づくことはある。侵略は必要なことだろうか？ゼビウスの最深部に残るそれは、要するに、侵略への肯定、だ。自分が利益を得るために、他者を殺して奪い取っても、それは正しい、その理解。戦争で兵士も、結局は、それ、に染まって、人を殺せる。もし、不要だ、となったら、人はどうなるのだろう？現状、ここ、のシステム、理想？それなら、開拓は必要かもしれないが、無理して侵略する必要はなく防衛は大事。兵士であってもならば、常に、正義、の側で戦える、わけだ。でも対立する両国が同じ正義を語り出したら、国境を挟んで睨み合う、だけ、にはなる。内需拡大は大事な話だ。他国への干渉も、侵略の一環かも。ゼビウスの、非格言案を、全否定する。それ、は必要がない。価値がない。理想を語ればそこは到達点。